はい、ブラッチャー大島です。今回はですね、野菜を使ったかき氷のシロップを、3種類ご紹介します。まず第1種類は、人参のシロップを作ります。今回口頭での説明になりますので、よろしくお願いします。まずは人参ですね。人参はですね、300g から400g で、まあ、300g でやると、まあ、お子様でもそんなに人参を感じないぐらいのシロップになります。でもうちょっと人参を出したいっていう方は、まあ、350g とか 400g でやっていただいて、すごい人参を出したい時にはこの皮付きで使ってください。まずこの人参をですね、頭を取ってもらって、皮を剥いてもらってスライスしていきます。薄くスライスしてもらいますね。でこれをですね、牛乳の中に入れてもらって、あとグラニュー糖も入れますね。で牛乳は、800g です。 800g 用意してください。でグラニュー糖が 240g ですね。 240g です。でこれを火にかけてもらって、だいたい沸いたら弱火にしてもらって20分ぐらい、人参が柔らかくなるぐらいですね、20分ぐらい、ゆっくり煮てもらいます。で20分経ちましたらですね、これをそのままミキサーにかけて、ペースト状にしてもらいます。でこれで人参のかき氷のシロップが出来上がりっていう感じですね。まずスライスしてもらって、牛乳 800g、 グラニュー糖 240g に一緒に入れてもらって、火をつけてもらって、沸いたら弱火にして20分ですね。でそれをミキサーの中に入れてもらって、で最初熱いので、吹き出る可能性があるので、こう軽く徐々に回していくような感じですね。そうするとペースト状になりますので、でそれを冷やして、常温で冷やしてもらって、で冷蔵庫に入れてもらって、冷やしたものを、自宅用のかき氷マシンでかけてもらって食べるっていう感じですね。はい。でもし甘みが足りないようでしたら、コーヒー用のガムシロですね、あれをかけてもらって食べてもいいですし、ちょうど 300g の人参が、後味がほのかに人参っていう感じなので、多分お子様ではわからないのかなと思います。なので、まあ第1弾はですね、人参でまずシロップを作ってみてください。